えそんな私の特技は、剣道ですほう。ですが、クラスのみんなには未だ一言も言ったことがないんです。なんでねえ、今度、 体育の授業で剣道があるので、クラスのみんなを驚かせてみようと思います。剣道が得意な何気に強いドラゴンどうでしょうかうな,、えー、なんで言ってないんだろうね。ねえ。剣道部に入ってるっていうことじゃない。ことじゃないのかもねもともと剣道の経験があって、とか。なんか他で習ってたりしたのかな。うん、ね体育,体育の授業で剣道ってあるんだ。やりましたよ、私。え やりました、やりました。高校ですか中学ですかあれ、中学かなうん、中学の時にやりましたね。必修看護なんですか選択必須。普通の体育の授業で、女子校だったからなのかなわかんないけど、なんかちょっとやることがちょっと違ったんですよね。女子校だったから剣道やるのあ、そんなことないか。わかんない。あとなんか、あの、エリアがすごい狭かったんですよ。だから。ゆみちゃん女子校出身っぽいよね。 <laughs> 出てる女子交換ありますよね。女子交換どこがわ、はい、かんないけど。わかんないけど <laughs> 本当にそうなんです。もう中高大って女子なんで。えあっ。りで,道理で。道理りで何 <laughs> 女子交換ある。そうなんです。ずっと女子に囲まれて。女の園でずっといたので、ね。そういうことですね。だって中学3年間、高校3年間。年間私は大学短大だったんで2年ですね。 は、えっと、達さんができた。そう今日眠いんだか八8年間女子校そうよ。そら人生変わるね。変わる変わるってか、なんか女子校出身ってなんかある気がしてて。あ、そう。うん、カラーが。でも憧れましたよ、日学校とかね。ああ。うん、いいなーって思ってました。なるほどね。そうそうあ、で、剣道やってた剣道、剣道、そう。やってましたね。え、でもすごい、これみんなびっくりするんじゃないそうだね。うん。いいね、剣道。 剣道をもともとやってましたって人はね、女の子で。お<ー>そんなたくさんいるのかわかんないけど、いきなりね。なんか姿勢とかもいいんでしょうね、多分。ああ、そうかもしんない。羨ましいです。いや、いいな、かっこよさそうじゃあ、頑張ってね、クラスのみんな、はい、驚かせてください。はい